ジェーン・カンピオン監督が岡田君になんかバッドボーイって言ってすごくこうやっぱりそのね、そういう悪い男を素晴らしく演じたっていうのを称えてらっしゃったりっていう、はい、すごいですね。本年度の監督賞受賞のジェーン・カンピオン監督に言われるという。そうそうそう、やだ岡田さん、それはねえそうですって思いましたけどでも本当にこの作品ドライブマイカーっていう作品をちゃんと見てくれた上で多分おっしゃってくれてたので本当に嬉しかったです。はい、西島さんもすごいウキウキな顔されてましたよねそうですね、あの意外に緊張しなかったです本当にこうやっぱり作り手の方たちが集まってるので個人的には僕はアンソニー・ホプキンスさんにおめでとうって言われて拍手してもらって写真を撮ってもらいましたいやでも本当に頭の中が真っ白になるっていうのはこういうことだと、まあ本当にどうしたらいいんだと、まあでも西島さんと岡田さんとあの共同脚本の大江さんと抱き合って、まあ、ちょっと気持ちを落ち着けて、まあ、なんとか、ね、そのスピーチをしなきゃいけないということで、まあ、出て行って、まあ、そしたらですね、まああのまあ、自分もあの、まあ、できるだけまあ短くしたいと思っていたので、まあ、その冒頭部分は英語でと思っていたら、まあ、大体冒頭部分で終わってしまったんですけど、まあ、自分がその、まあ、サンキューっていうのが早すぎたんで、まあ、そういうことが起きたんですけれど、まあ、でも、まあ、その場にあのいた俳優さん、そしてその場に、まあ、来られなかった三浦さんにも一応その、まあ、感謝を伝えられたので、それは良かったなと思っています。スピーチすごいプレッシャーだろうなと思ってドキドキしながら見てて、そしたら本当に英語で全部やられたんで、なんかそれがこう会場にの全員にすごく気持ちが伝わってるのをあの僕も感じたので非常に感動しました。いや本当に嬉しかったですし、本当に体が勝手に監督の方に抱きついに気に入っていたっていうのがあったりしたので、あの西島さんと監督と岡田君がこう抱き合ってる姿を後ろから見て、私は後ろでもうもっと万歳したかったんですけど、もうぴょんぴょん跳ね跳ねて、いや嬉しかったです。はい、いやなんかすごい、そう周りの方もあのまあ、もちろん私もなんですけど、なんか感動してくださっていやありがたかったですね。なんかでもあれはあれで多分不思議な体験というか、私も私ですごく素敵な時間を、はい、経験させてもらいました。そうですね、でもなんかあのもう、ね、画面に皆さん映ってるのがすごい誇らしくて、なんか家族とかが私がテレビ出てるのとか見るときこんな感じなのかなとか思いながらいましたね。すごい本当に純粋に見てて楽しかったです。